こんにちは、メルルーサ丸岡です。今日なんですけれども、私が持っているこちらの iPad Air 5と、それから iPad Pro M1 の iPad Pro 12.9 インチですね。この2台をですね、最新の iPad OS 16.2 にアップデートをしましたので、外部ディスプレイへの、ね、出力機能というのを試していこうと思います。iPad OS の外部ディスプレイ出力って以前からできたといえばできたんですけど、基本的には画面のミラーリングですね、同じ画面を投影することしかできなかったですし、こういった横長のディスプレイだと、こう帯ができてしまうような感じで結構使いづらかったんですけど、今回の iPadOS 16.2 からはついにね、こちらの画面を全画面表示にできて、さらには別々のディスプレイとして使うこともできるということで、すごく楽しみにしていました。外部ディスプレイの出力機能は iPadOS 16から搭載されたステージマネージャーの機能の一部なんですけれども、そのステージマネージャーと外部出力機能が2つとも使えるマシンというのが M1 以上を積んでいる iPad になるんですね。というわけで、私は残念ながら M2 の iPad Pro は持っていないんですけれども、 M1 チップを搭載したこちらの iPad Air 5ですよね。そしてこちらが1世代前の2011年の iPad Pro、 こちらの2台でどんな風に使えるのかというところをテストしていこうと思います。はい、というわけで、私も正式版は初めてなので行き当たりばったりにはなりますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。行ってみましょう。はい、というわけでやっていこうと思いますが、最初の方にね、 M1 チップ以上を積んでいる iPad という風に条件を言ったんですけれども、もう一点条件があってですね、それが iPad にキーボードやマウスが接続されている必要があるというところですね。なので、こちらの iPad Air 5のようにマジックキーボードですね、トラックパッド、マウスですね、それからキーボードが付いている、こういったものに取り付けるか、もしくはこちらの iPad 12.9 インチ、こちらにはマジックキーボードが付いていませんが、こういった Bluetooth のマウスだったりだとか、トラックパッドですね、あとはこういった外部キーボードのような、こういったものがつながっている必要があります。キーボードとマウスの2種類がつながっている必要があります。ではまずはこちらの iPad Pro からですね、ステージマネージャーの外部出力機能を試していこうと思います。まずマウスがですね、こちらの純正のマジックトラックパッドがつないであります。こんな感じで使うことができますね。キーボードなんですけど、実はこちらのマグフィットというスタンドなんですけど、これがハブ付きのスタンドになるんですけれども、こちらのハブにですね、外部ディスプレイと外部キーボードの方を接続しています。というわけで、ハブと iPad を接続して実際にステージマネージャーを試していこうと思います。それでは接続してみましょう。サクッ。はい、ということで、こんな感じでですね、ミラーリングではなく別々のディスプレイとして出力されました。これは感動ですね。はい、こんな感じでですね、画面上でもしっかりとマジックトラックパッドを使うことができますし、キーボードを使うこともできますということですね。もちろん純正のものだけではなくて、私が愛用しているこちらのロジクールのトラックボールですね、こういった別のマウスでも使うことができます。なので、 iPad に接続できるものであれば、普段 PC でね、使っているディスプレイやキーボード、そしてマウスを併用できるというのはすごくありがたいポイントですよね。こんな感じで開くことができて、ウィンドウのサイズも変更することができますね。全画面表示もできるのかな。全画面表示もできます。あとは先ほども見ていただきましたが、他のアプリと並べるような、そんな使い方もできるんですね。ウィンドウのサイズを自由に変更したりだとか、自由な位置に並べたりというのはちょっと制限がある感じですね。例えばこちらのライトルームのウィンドウのサイズを変えてしまうと、配置も変わってくるというような形です。これはね、ベータ版からそうだったんですけれども、何種類かサイズとか配置のパターンが用意されていて、それに準じたような並びになるといった感じですね。ただ私の32インチのディスプレイで、こんな感じで3つのウィンドウを並べることができたりだとか、こちら Google が出ていますけど、調べ物をしながら動画編集をして、さらにはライトルームで画像の編集もできるという感じでですね、これは本当に夢が広がりますよね。で、今ですね、どうやらデフォルトの状態だとディスプレイの下に iPad がいるような形になっているんですが、そのあたりも設定画面の画面表示と明るさのディスプレイの項目の配置から4方向だけになってしまうんですけれども、 iPad の位置を自由にですね、調整することができます。外部モニターを中心として iPad がどこにいるのかというのを設定してあげる感じですね。私の場合は右側に iPad があるので、こんな感じで設定してあげます。そうやってあげるとですね、こんな感じでディスプレイの右側に iPad があると認識してくれるわけですね。普段私はこのディスプレイに MacBook をつないでいて、隣に iPad を表示させてサイドカーだったりだとかサブ画面にして使うんですけれども、同じような使い方ができるのでかなり嬉しいですね。これは他のアプリでも試してみましょう。例えばアフィニティフォトを見てみましょうか。アフィニティフォトは iPad の画面上で2分割をするスプリットビューには対応していなかったアプリなんですけど、ステージマネージャーの外部出力はどうなんでしょうか。こちらの外部ディスプレイに持っていこうと思います。あ、いけるっぽいですね。ルマフュージョンとアフィニティフォト、
素晴らしいですね。画像編集は編集画面は若干バグってる感じですかね。操作用のアイコンなんかは出てこないような形になってしまっていますね。 iPad の画面に戻すと出てきますね。こんな感じです。そして外部ディスプレイが真っ暗になってしまったんですけど、まあまあまだね不安定なところはありますよね。アプリの対応待ちといったところもあると思いますし、ステージマネージャーのアップデート待ちというのもあると思います。確かに言われてみれば iPad 用に作ったアプリケーションをね別ウィンドウでこう外部ディスプレイで操作するというのはもともとアプリの開発者側は想定してないですからね。まあこんなことも起こるよなという感じです。ただ Lightroom とそれからこちらルマフュージョンですね、ルマフュージョンは今のところ問題なしですね。他に私がよく使うところで言うとGoodNotes5 ですかね。 GoodNotes5 はどんな感じになっているんでしょうか。 GoodNotes5 もちょっとバグってますね。これは何だろう、二重に表示されてしまっていますね。手書き用のアプリなので iPad 上の画面でしか使わないですけどね。こんな感じで iPad 上には正しく表示されるもののミラーリングになってしまいましたね。 GoodNotes に関してはこんな感じであくまで iPad 上で操作をして画面には、ね、投影するというかプレゼン的に使うような用途になってくるんですかね。ただ Affinity Photo も GoodNotes5 もこの iPad の画面上であればステージマネージャーが正しく機能するので、まあまあこのあたりはね iPadOS 側の対応待ちなのかなといった感じですよね。 GoodNotes5 はね基本的に Apple Pencil が使えるこちらの iPad 側の画面で使うことがほとんどだと思うのでそんなにダメージはないと思うんですけど、 Affinity Photo なんかのねクリエイティブ系のアプリはぜひこの大画面でね使いたいので対応待ちという感じですね。待ち遠しいです。でこのステージマネージャーでいろいろ画面を出している状態でライトルームをいじったりしていますけれども、反応もね遅くなったりしないですし、そこそこスペック的にはね余裕があるのかなという感じです。私の iPad は 128GB ストレージの 8GB メモリのものなんですけど、一応今私がお見せしている程度の負荷だったら問題なさそうな気がしますね。このまま動画編集とかをしちゃうとどうなんでしょうかね。例えばこのまま 4K の動画データを読み込んで、いやそもそもドラッグで動画の読み込みとかできるのめちゃめちゃ便利ですね。本当に PC みたいです。はい、この動画を再生してみましょう。あ、全然余裕ですね。特に引っかかりもなく再生できています。編集とかも iPad 上で編集している時と同じような感じで使えているんじゃないかなと思います。ほぼ iPad 上と変わらないですね。 YouTube アプリで再生をするとルマフュージョンが止まるといった感じで、同時再生とかは対応していないみたいですね。あとはルマフュージョンで動画を流しながらライトルームで写真を編集とか、これはいけるっぽいですね。それからステージマネージャーのマルチウィンドウの機能はですね、外部ディスプレイ上だけではなくてこんな感じで外部ディスプレイの他に iPad 上でも行うことができますといったところで、先ほどね外部ディスプレイ機能にはいまいち対応していなかったこちらの Affinity Photo とそれから GoodNotes5 ですね、はい、こちらを開いてさらにマルチタスクをしようと思ったんですけれども、 Affinity Photo の方の画像がですねドドンと外部ディスプレイに出てしまいましたね。これはなかなか厳しいですね。やっぱりこの2つのアプリはいまいちまだ対応待ちといった感じなんでしょうかね。 GoodNotes5 も同じく外部ディスプレイに表示されてしまいます。もし何かね解決策を知っている方がいたらコメントで教えてください。今のところ GoodNotes と Affinity Photo に関しては外部ディスプレイ機能では使えないといったところでしょうかね。はい、代役としてですね Kindleとノーションをこちらに表示させました。それからこちらの外部ディスプレイにはファイルアプリとルマフュージョン、それからライトルームですね。こんな感じでですね、今までの iPad だったら考えられなかったようなマルチタスクができてしまうようになったんですね。これは本当に神アップデートだと思います。今ねまだ初見なのでいろいろと試せてはいないんですけれども、動画編集アプリで今のところね動画1本しか入れてないので、ここからテロップとか入れたらまた変わってくるのかもしれませんが、動画編集アプリで再生をしながらライトルームで写真をいじりつつ、ファイル管理もできて、それから台本と、それからさらにアプリを1、2、バックグラウンドでサファリがもう1個ありますので3ということで、あと YouTube アプリもありましたね。こんな感じでですね、合計で 1、2、3、4、5、6、7 個のアプリを同時に立ち上げて操作しても、まあそんなに問題はないのかなといったところですね。もっともっとね、私で言うとこのルマフュージョンのように重たい作業をするようなアプリを複数使っている方はもしかしたら動きが鈍くなったりもするのかなと思いますが、今のところ少し触っている感じでは問題ないです。
ちなみにちょっと気になった部分なんですけれども、私が使っているこちらのマウスですね、こちらのマウスが横スクロールに対応していないんですよね。専用のソフトウェアを入れれば Mac 上ではね横スクロールをさせることができるんですけど、なのでやっぱり iPad に関しては横スクロールをね結構多用するマシンかなと思うので、もしステージマネージャーをねがっつり使いたいんであれば、こういったトラックパッドだったりマジックキーボード、それからマウスを使う人でも横スクロールに最初から対応しているマウスを使うのがいいんじゃないかなと思います。はい、続いては iPad Air で試してみましょう。こちらはね純正のマジックキーボードが付いているので、最初からトラックパッド、それからキーボードが接続されている状態なので、このままステージマネージャーの外部出力を使うことができます。はい、というわけで iPad Air に関してはこちらのハブを使おうと思います。まあまあ一般的な USB Type-C のハブになっていて、HDMI の出力と充電ポートと、それから USB-A や SD カードが付いているものになっています。マジックキーボードの場合はね、充電端子はマジックキーボード自体についているので、ケーブル1本で接続することもできます。充電端子がなくてもね接続自体はできるんですけれども、 iPad のバッテリーがなくなってしまったら終了なので、そのあたりでマジックキーボード以外のキーボードやマウスを使って接続する場合には、こういう充電機能付きのハブがあると便利ですよね。はい、ということで iPad Air 5を接続していきましょう。 iPad Air 5に関してはね M1 チップということで、ほぼほぼ先ほどの iPad Pro と同じなんですけれども、まあ一応という感じですね。はい、ということでですね、先ほどと同じく難なく接続することができました。この感じもいいですね。手前に iPad とマジックキーボードがあって、その少し上ですね、少し奥に外部ディスプレイがあると、なかなか使いやすそうな気がします。はい、ではでは先ほど繋いでいた外部 SSD とか電源なんかも移植していこうと思います。いや、机がごちゃごちゃで大変恐縮でございますが、はい、こんな感じでセッティングが終了しました。それでは先ほど開いていたアプリたちを開いていきましょう。まずはルマフュージョンを開いて、はい、こんな感じですね。やっぱりチップが同じだけあってですね、サクサク感とかは先ほどの iPad Pro とそんなに変わりはないのかなと思います。特に iPad 単体で使っている時と比べてもたつくような感じもないですし、アプリ等々の切り替えも含めて非常にスムーズに扱うことができているんじゃないかなと思います。ちなみに YouTube を全画面表示させるとどうなるんでしょうか。あ、このウィンドウの中で全画面表示される感じなんですかね。一番大きくしてみれば全画面になるかな。あ、ならないんですね。こんな感じになっちゃうんですね。このあたりがね、外部ディスプレイにもこんな感じで全画面投影できたらいいんですけど、まだまだアップデート待ちといったところですね。はい、というわけで私の持っている iPad Pro と同じ M1 チップを搭載しているので、iPad Air 5でも全く同じような作業をすることができました。で、動き的には遜色ないというか同じなんですけれども、やっぱり iPad Air で際立つところで言うと、iPad Pro 11インチにも言えることだと思うんですけど、12.9 インチと比べてかなり小さなボディなのに、こういった 4K ディスプレイにつなぐことでマルチタスクができるようになるといった部分かなと思います。ステージマネージャーの機能自体 iPad 単体で使うと 12.9 インチの場合は結構うまく扱えるんですけど、11インチだとね見てもらっても分かる通りかなり手狭になってしまうんですよね。というわけで iPad 単体で使う場合に関してはスプリットビューなんかのね今までの使い方をしつつ、家に帰ってきたら 4K ディスプレイにつないでねガンガンマルチタスクをやるといった使い分けができるので、今までマルチタスク目的でまあちょっとでかいけど 12.9 にしておくかと思っていた人たちも11インチサイズとか iPad Air を買いやすくなったのかなと思います。はい、という感じでですね、私の手持ちの iPad を使って外部ディスプレイ出力を試してみました。で、使っていく中でですね、アプリの対応とかねそういった部分も動画の中でお話ししたんですけど、気になる部分がいくつかありました。まず一つ目が音の出力の問題ですね。 iPad 単体で使っている場合に他のね Bluetooth のスピーカーだったりだとか、あとは有線のイヤホンをつないでいる場合って iPad 側で出力をね自由に選ぶことができて、その中で外部機器と接続されていてもこの iPad 本体のスピーカーから音を出してくれるという機能があるんですけれども、どうやら外部ディスプレイにつないでいる場合には外部ディスプレイのスピーカーから出すか、もしくは出力されているハブについている 3.5mm のジャックですね、それから iPad とつながっている Bluetooth のスピーカーとか、そのあたりはおそらく選択できると思うんですけど、私が探している感じでは iPad 本体から音を出してくれるという項目が見当たらなかったんですよね。今 M1 チップを搭載している iPad って iPad Air も iPad Pro もかなり本体のスピーカーの音がいいんですよ。対してスタジオディスプレイなんかだったらね話は変わってくるんですけど、私が使っているこのコスパ最強のね LG のディスプレイとか、基本的にディスプレイってスピーカーの品質があまり良くなかったり、はたまたスピーカー自体ついていなかったりするんですよね。スピーカーのね 3.5mm ジャックからいいスピーカーにつないでしまえばいいという話ではあるんですけれども、せっかくね iPad を使っているんだったら iPad もねそもそもいいスピーカーがついているので、ここから出力することができたらいいのになと思いました。もしかしたら私がやり方を知らないだけ
でできるかもしれないんですが、今のところは分からずといったところですね。あとはですね、特に上にディスプレイ、下に iPad という感じでセッティングしている場合なんですけども、このねディスプレイ側のドックを操作したいのにちょっとね判定が甘くて下のディスプレイにカーソルが行ってしまったりするんですよね。本当に微妙なところで、人によっては気にならないかもしれないんですけど、 Mac を使っている時とはね若干挙動が違う気がするんですよね。特に iPad のステージマネージャーの場合はですね、キーボードとマウスがつながっている必要があるという条件付きなので、どちらかといえば横置きで iPad と並べる場合よりもこんな風にね手元にセッティングしてディスプレイと上下に使うというパターンが多いと思うんですね。なので例えばねこのドックのあたりで一旦引っかかりを設けたりだとか、あとはドック自体をね下ではなくて左右に表示させることができるようになったらいいのかなと思います。そういう設定って確かないと思ったんですけど、もし分かる方は教えてくださると大変助かります。もしどうしても煩わしかったら、この設定のねホーム画面とマルチタスクのステージマネージャーから外部ディスプレイのドックを消し去ることができるので、こんな感じで外部ディスプレイにはドックを表示させないようにして、ドックを使いたい場合は iPad の方にね行って一番下から選ぶといった感じがいいんじゃないでしょうか。この使い方も一旦 iPad 上で開いてからの外部ディスプレイに移動という感じになるので、まあどっちの手間を取るかという話にはなってきますよね。はい、というわけで今回はですね iPadOS 16.2 でステージマネージャーが外部出力に対応したというところで試してみました。まあ、まだまだ発展途上という感じでですね、アプリ自体が対応できてない部分もあると思うんですけれども、今までね iPad といえばマルチタスクが苦手だよねとか、まだまだ PC には追いつけないよねみたいなところが言われがちだったんですけれども、まあ、PC と並んだとはまだ言えないかもしれないですけど、これからの未来にねすごく期待できる機能なんじゃないかなと思います。個人的にはこういった発信をしているので動画編集ですよね、フィルマフュージョンでもねかなり快適に使うことができるんですけど、私が今現在 Mac の方でメインで使っているダビンチリゾルブというソフトがあるんですけど、それの iPad 版アプリがもうすぐリリースといったところでですね、この外部出力を掛け合わせてですね動画編集をもしかしたら iPad に一本化できるんじゃないかななんて淡い期待を抱いております。そうなってくるとですね M2 の iPad Pro も気になってきますよね。 M1 チップも十分に優秀ではあるんですけど、 M2 の方がグラフィック性能は上ですし、ストレージ 1TB 以上を選ぶことでメモリもね 16GB に 8GB から倍増するので、もし一度ダビンチリゾルブを試してみてこれはいけるぞとなったら買い替えるかもしれません。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。まだ iPadOS 16.2 に関しては出始めということもあってですね、特にお仕事とかね学校なんかで iPad を使われている方に関してはよくねバグ関係を確認してからアップデートしてほしいなとは思うんですけれども、このあたりがクリアできている人はすごく便利なのでね、ぜひアップデートして使ってみてください。あとはそうですね、 M1 チップではない iPad を現在使っている方に関しては、まあ、この外部出力機能だけを目当てに買い替える必要はないんじゃないかなと正直思います。ただ機能自体はすごく強力なので、これからどんどんステージマネージャーとかアプリ側のアップデートが進んで快適に使えるようになって、まあ、iPad といえばステージマネージャーの外部出力機能だよねという感じになってきてから乗り換えで全然いいと思います。 iPad 単体での運用に限界を感じていれば全然買い替えもありだと思うんですけれども、この画面の中でもできることはたくさんあるので、まあまあそんな感じでですね、この動画とか他の方の動画を一つの参考にしていただければいいかなと思います。はい、というわけで若干見切れ気味ではありますが、今回の動画は以上となります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回の動画がお気に召しましたら、チャンネル登録、グッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。メルルー様、ルオカでした。バイバイ。